相変わらずここは宇宙飛行士と馬やし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。さあ今回なんかまた喧嘩が多い予感じゃない？これ2組ぐらいあるんやない？ 4 人おるけど。ほら怒っとる。なんで？マジでさ、マジでどうしたん？喧嘩の季節なん？ね、一気に喧嘩ばっかりになったよね、なんか。はい、翔太くん入ります。今めっちゃお尻かきよったけど、油断しとったやろ。おぉ、絶対そんな怒ってないって。マジで？まああれか。せつなさんとほのかちゃんはまあないか。はい、仲直りして。まあ、多分今友達に戻っとんかな、の二人は。あ、ちょっと待ってね。はい。はい、イライラを沈めましょう。ってことで、ピーナッツ、パイナップルで。はい、どうぞ。うんうん。どうすか。美味しかった。じゃあよかったんじゃない。よし、いいね。好物1位になったパイナップル。ほいほい。でもこんな格好で怒られてもなんかちょっとね、謝りに来たけど笑いそうじゃない。どうすか、仲直りできますか。この間はごめんなさい。これで許しませんとか言われたらどうしよう。おー、よかった。おー、よかった。ね、こういう時ぐらいちょっとまともな格好してほしいよね。じゃないとこっちの誠意が伝わりにくい。ありがとうございます。仲直りできました。うんうん。よかった、よかった。さあ、それじゃあちょっと次はあれよね。せつなさんの方を落ち着かせに行こう。何曜日でしたっけ？最近物忘れが激しい。あれよ、ゴミの日カレンダーみたいなのあるやん、その地区その地区で。ああいうのちゃんと貼っとこう、冷蔵庫とかに。ちょっとダサいかもしれんけど貼っとこう。はい、それじゃあせつなさん入ります。あれやね、多分前夫婦揃ってこうやってイライラしやすいけんさ、別れたんじゃない。二人とも明日雪と喧嘩しました、腹が立ちます。まあ、とりあえずほら落ち着いて仲直りしようよ。このイライラも沈めてください。プレッツェル、ビスケット、プリン。はい、どうぞ。いただきます。さあどう、落ち着いた？まあ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 か。ちょ待ってね、じゃあそこにプラスでドリアン、チョコレート行こう。はい、いただきます。ほら、ギャバとかあるやんね、ストレス社会で戦うあなたに。マジでチョコレートダメなん？へえ、じゃああれやね、せつなさんにギャバは効かんっていうことなんやね。あれ、なんか気持ちを落ち着かせるみたいな効果あるやん。よし、じゃあオルゴールでも聞いて落ち着こう。ちょっと聞いてみてもいいですか？最終手段。どう、落ち着いた？いい感じ？それ何屋さん？あ、何屋さんとかじゃないね。あの掲示板のやつか。ランキング？穏やかな気持ちになりますね。でしょ？これでもう初雪さんのところにね、謝りに行こう。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。うんうん。いってらっしゃい。初雪さんなんかあれよね、このミーと部屋が結構合っとる感じよね。この間はごめんなさい。なんかぽいやん、初雪さんぽいやん、こういう感じ。あ、許されんかった、マジで。まああれか、ちょんまげ頭で謝りに来てんじゃねえよってこと。そんなふざけた格好で謝りに来てんじゃねえよってことかな。そういうこともあるよ、そのうちきっと仲直りできるけん気にするな。うん、めっちゃ落ち込んどる。すごい落ち込んどる。はい、それじゃあのりちゃん入るよ。
まあ、時間が解決してくれるでしょう。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう遊ぼう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかってるミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは誰でしょう？ハルシロさん。答えはハルシロでした。よし。モザイククイズ第2問。第2問。これは誰でしょう？ネムちゃん、わかりやすい。ね。ネムでした。なんかネムちゃんモザイクかかった方が目が大きい感じに見える。最終問題でこれは誰でしょう？え、はっちゃん。なんか顔なくない？中身はっちゃんでした。え、どんだけ飛んだらああいう状態になるんやろ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。よし、それじゃあ一番小さいのでお宝ネジをもらいました。ありがとう。人とは笑いのツボが一緒かもしれません。お、マジで？でも親友じゃないんやね。なんかそういう人と一緒におったら楽そうな感じがする。はい、とんかつでもどうぞ。キングとはどうなんやろ。笑いのツボ一緒じゃないの？全然違うところで笑ったりとかするんかな。あんまり美味しくなかった、ごめんね。そんなものでお腹を満たしてしまって。さあ、それじゃあ、もうめっちゃ化粧しよる。のりちゃん、のりちゃん、いいね。のりちゃん化粧似合うね。はい、それじゃあリロー君入るよ。一緒に遊びませんか？はい、遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ。2人の目の共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。なんかリロー君、初雪さんと親友ならちょっとね、あのハット君、ハット君じゃないわ、せつなさんとの仲を取り持ってくれても違う。答えはいいえでした。よし、ゆうさんドライ系バッサリ型、ドライ系バッサリ型。うわ、怖い。第2問。で、親友である？いや、違う違う。いいえ、答えは他人やろよね。まだ知り合ってもないはず。共通点クイズ最終問題。最終問題。で、でパラトレイヤールは夫婦であるかもしれない。答えは尋ねてないから愛でした。何か食べな。二人とも何か食べな。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ一番大きいので、お宝、ホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。長電話できる人が不思議でなりません。まあ、長電話、私だいたい要件だけ伝えて切ることが多いけんな。いや、まあなんか女の子同士ね、ダラダラとこう会話をしながら、あ、でもそういう場合は基本的に私ゲームしながらね、ボイチャを繋いどるっていうぐらいやけん。お、マジで今私生ハムあげた。あ、飛んでく飛んでく。おー、いいね。そんなに美味しかった？宇宙に達してしまったわ。うまーい。超大好物に、超大好物だったようです。生ハムね、生ハム辛いっていう感想やったけどな、私は。私は。さあ、それじゃあちょっと一軒家の方を見に行ってみようかな。はい、一軒家。あ、何のマークも出てないっぽいね。なんかすごい盛りだくさんやわ。人が相変わらず。ここは宇宙飛行士と馬やし。よし、それじゃあちょっとみんなに募金を募りましょうかね。はい、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。お、最初の2人あれやん、帽子お揃いやん、色違いで。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。さあ、そして昼一。誰にでもよく似合う豪快ブラウスだよ。いや、でもさすがにね、ちょっとヤマト君は男の子だから。いらっしゃい。はい、じゃあ豪快ブラウス、
私こういうなんか上品げというか綺麗めというかそういう服を全然着んけんな。はい、それじゃあ今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。はい、今回はあとグループの歌で、お久しぶりにあの日の丸演歌塾のみんなに、これまさにやね、平成ジエンドっていう歌を歌ってもらいます。歌詞を送ってきてくれたのは HN さんです。新元号も発表されたけんね、なんかちょっと文字だけ見たら結構私はいかついなと思ったんやけど硬いイメージがあるね。どんな国30年続いた平成時代が終わりを告げる、めでたいこともあるともあったけいせいよ永遠なれ。最後なんかチャーリーさんめっちゃ手振りよった。はい、平成よ永遠なれ、いいね、平成が終わるよ。はい、それじゃあミニュース見てこう。11時になりました。サナさんがビシッとスーツをミニュースをお伝えします。お願いします。深刻なホットケーキの不足に生産5倍、深刻なホットケーキ不足ってどんなんなんや。毎年4月はホットケーキの需要がマジで4月ホットケーキの需要そんな増えるん。これまでもなんでやろ、2月のホットケーキの不足が深刻な社会問題となっていますが、ポカポカしたあったかい季節やけんお茶会的なものにホットケーキが大活躍するんかな。ホットケーキの工場での生産数が従来の5倍にアップしました。従来の5倍にアップしました。マジのみに聞きました。まあ、でもパンケーキとか流行ってるもんね。このニュースの裏で泣いてる人がいますよ。なぜきっとイエーイ、おるんかなそんな。はい、ホットケーキとパンケーキは一緒よね多分。森永がお伝えしました。おしゃれ風に言ったのがパンケーキでいい。はい、それじゃあハットくん寝てた今。はい、ミクタン入るよ。アユナのそっくりさんと遊びたいです。お、遊ぼう遊ぼう、ぜひぜひ。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問、これは何でしょう。え、あの池作り的なものかと思ったのに全然違った。でも寿司はあれやん、魚っていう部分だけあっとった。モザイククイズ第2問。第2問、これは何でしょう。リンゴ。答えは分かりやすいリンゴでした。モザイククイズ最終問題。最終問題、これは何でしょう。麻婆豆腐。え、麻婆豆腐色的に違う。麻婆豆腐でした。ふー、合ってる。よかったよかった、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝縄跳びをもらいました、ありがとう。お腹空いてそうですね。お腹が空いてるのは君だろミクタン。そんな人の方ばっかり言っちゃって。いただきます。はい、グラタン。まあ私もお腹空いてないけどね。吸い取るけどもね。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。さあ、それじゃあんー、何がいいかな。ノートパソコン。んー、はい、どうぞ。
道具、ノートパソコンをプレゼントしました。さあ、ということで、あれ、ハットくん、さっきまで寝てなかった？急に起きてミクタンの部屋に来たんだけど、どうした？なんか、待ち合わせっていうか、時間であったんかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、最近本当になんか喧嘩ばっかりやけど、ね。あれですか？気温が安定しないからですか？ポカポカしてきたらもっと落ち着いてくれるといいんやけどね。